美味しそう。グリーンカレーかな、レッドカレー、グリーンカレーみたいな。え、こんなにお肉入ってんのに、ほんまに50バーツでいいの？皆さんこんにちは、本日もタイはバンコクからお送りしております。くるりのほないこか。今日はね、このローカルの道を歩いて、なんとなんとビュッフェ、ビュッフェに行きたいと思います。ビュッフェって言ったら高いんじゃないんですか？ねえ、いいよいいよ、たっくんの誕生日だったから。今週はたっくんのスペシャルウィークでお送りしております。はい、お腹めっちゃ空いたから。空いたね。奮発しちゃうね、私今日。うん、奮発しちゃうの？奮発しちゃいます。俺はいくらかも分かってる。なんか、はい、とにかく食べ放題らしい。いや、それビュッフェやもんな。あ、スイーツもあるんだって。どっち系？そう、なんか観光客とかおらんくて、地元の人に大人気のビュッフェらしいから。うん、はい、とりあえずついてきてください。焼肉？いや、焼肉ではない。あの、タイの、何？あの、そうそう、おかずたち。おかずたちビュッフェ。はい、いいですね。最高じゃん。もう着くよ、もう着く。もうちょうど12時やから並んでるかもしれんけど。ああ、楽しみだね。楽しみ。吸って入れたらいいな。はい。この辺なはずなんですよ。こんなところにあるんか。え、これ？この辺っていうか、これかな。みんなよそってる。これ？はい、着いた。いきなり着いた。俺もうちょい先かと。ビュッフェです。ローカルビュッフェです。誕生日だからね。誕生日だからね。そっか、中入ってから、そう、外からじゃあんま見えないや。すごいな。ここかな、あっちかな。ちょっと待って、あっちも見えていい？うん、あっちかもしらん。あそこはなんかヌードルにトッピングしてたな。こっちや、絶対に。あ、これちゃん、これや。めちゃめちゃ美味しそう。なんか50って書いてあるわ。1人50バーツで。1人50バーツ？そう。お米とかもある。あるある。マジ？わからんけど聞いてみる。安くしすぎじゃない？わあ。じゃあ100でいけるってことや。ちょっとシステムがわからん。先に払うのか、後に払うのか。でも100バーツ握りしめとこうと思います。やば、マジかよ。なんか、うん、で、なんかお皿くれるらしくて、これ全部食べ放題なんだって。すごいじゃん。お肉もいっぱいあるよ、ほら。やばくない？安くない？200円。安っ、マジかよ。うん、ぜひ行こう。Thank you, コップンカー。Thank you, コップンカー。やばすぎるな、どうしよう。でもさ、ソースフィルターあるかも。いいじゃんいいじゃん、何でも食べたい。お皿拭いてまた使ったらいいやん。いいじゃんいいじゃん。美味しそう。グリーンカレーかな、レッドカレー、グリーンカレーみたいな。え、こんなにお肉入ってんのに、ほんまに50バーツでいいの？ご飯もありますよ。味でやべえ。 よかったね、ハッピーバースデー。やばいやん、たっくん、ここせっかくやからリバーサイド座る？レイクサイド。レイクサイド。レイクサイド。マジか。それあかんな。ここでいいじゃん、これにしよう。うん、あ、確かに臭い。ちょっと待って、もうちょいそっちにしよう。うん、はい、ということで、はい、
レッドカレー、マッサマン、違う、マッサマンじゃないな、なんかカレーと、うん、パパオと、うん、空心菜、うん、であれはグリーンカレー、うん、あとなんかつなぎ物炒めたやつみたいなのもあって、生姜かな、分からんけど、あったね、あとなんか、ね、謎のキュウリもあります。キュウリも食べ放題だった。キュウリ食べ放題、絶対に。辛い、どうですか、お味の方は。ちょっと分からん。あれ、なんか、アロイ、うん、アロイですか。食べまくろう、たくん食べまくって遠慮しやんでね。ずっと遠慮するやつこういう感じね。すごい、なんていうの、ワイルドなネイチャーな感じでご飯を楽しめる場所でございます。美味しいね。たっくん第2ラウンドも行かなあかんやん。カレーめっちゃ美味しいねんけど。めっちゃ美味しい。辛い？すごい汗かいてるやん。大丈夫？めっちゃ辛い。持ってきたね。さっき食べてないやつと美味しかったです。やばいやん、たっくん。幸せですか？最高ですわ。ありがとうございます。誕生日ありがとう。誕生日おめでとう。まだまだ食べや。遠慮せんと。なんか言うねん。やるわ。はい、たっくんの残り物を処分しております。取りすぎてもはい、はい。ピザとは食べんねん。食べる。最高だね。全く分からへん。適当にいろいろ言ってみたけど面白いです。ドローカルすぎて面白くない。デザート嫌なこと言うなよ。すごい色やココナッツやんね、きっと。たっくん絶対好きなやつやわ。うん、おかわりやから。ほんま、決定。じゃあ持ってくるわ、もう一杯。そんなに美味しい。なんか、うん、お餅みたいな感じやで、これ。何が、このプルプルのやつ。プルプルが、うん、そう見える。タピオカ、なんだよ。で、ココナッツ、ココナッツミルクの甘い感じね。そう、タイによくあるデザートな感じね、うん、よかったね、おかわりしましょう。最高やな、デザートまで食べれるなんて。汗引くな、これで。甘いの食べて汗引くね。引くかな。あったかいからね。暑いんや。なんと今デザートを食べてたら、タクヤがまさかのおかずおかわりに行きました。さっきお腹いっぱいやからって言って私それ食べたのに、まだ食べたくなったん。永遠に食べるんじゃん。いや、もうマジでお腹はいっぱい。どうやってさ、200円でこんなにお肉もりもりにできんのさ。すごいよな。すごすぎる。肉系のおかずは結構こっちでも高いやん。なあ、めっちゃお肉入ってんで。アロイ、めちゃめちゃうまい。いい日だね。全バックパッカーに教えてあげたいな。教えてあげよう。全食いしん坊、節約してるバックパッカーな。ここに来たらお腹いっぱい食べるな。通いたいよな。バス乗ってでも来た方がいいよね。はい、ごちそうさまでした。さあ、良すぎます。みんなめっちゃモリモリやで。だってそりゃそうやんな。ね、さあバス乗って帰るか。また1時間くらいな。食べたお皿は多分そのバケツのとこやと思うね、たくん。そのバケツのとこじゃない？ちょっと動画映すのあれやからさ、ぽいよね。
はい、どうでしたか、あのお店は。いや、最高でしたよ。最高やったね。正直、うん、美味しいってやつもあるし、うん、これなんかちょっと怪しないみたいなやつもあったけどもうお肉傷んでるかなみたいなね。そう、うん、選べばいいだけやし、うん、ビュッフェやから、うん、めっちゃ美味しかった。グリーンカレー、グリーンカレー推しです私は。そうやな、うん、あのローカルの雰囲気がいいな。めっちゃいい、うん、もう誰もおらへん、言葉も通じ、うん、うん、楽しいね、旅って感じやね。感じ、うん、ま、お手洗いあるかないかはちょっと確認してないし、あと水もあってんけど、やっぱりちょっとさすがの私たちでもその水は飲まへんようにしてるから、まあ、トイレと水だけちょっとなんとかしてから行った方がいいかなと思います。で、衛生面もちょっと気になる人には向かへんかもしれんけど、意外とね全然大丈夫だよということをお伝えしたいやけど、そうね、やっぱデリケートな人はやめた方がいいかな。コアなとこに行きたいっていう人には全力でおすすめをします。はい、うん、はい、はい、帰ろう。現場から以上です。はい、なんで？裸足でやったらいいやん。この高層階でまだ上に登るというのか。なんで私これしてんねや。黄色やで。降りれるかな。落ちたあかんで、でも。え？落ちたあかんで。そうやった。結構危ないからもうそんぐらいでやめといて。え？そんぐらいでやめとき。めっちゃ急。景色やばい。下でキャッチしたのか。